完全にイカれちまってるな。ああ、ついてないわね。こんなとこで故障なんて。リッタ、文句言ってねえでお前も手伝え。仕方ないね。一宿一般の恩ってね。呼ぶ？あんたも手伝いなよ。力は人一倍なんだから。何？盗賊だ！修理なら俺たちも手伝ってやるか。ただし金はたんまりいただくがね。なかなかいい娘じゃねえか。こいつは高く売れるぜ。触んないで。誰があんたたちなんかに。おい、なんだてめえは。この人こいつは物狂いだぜ。でもよ、よく見りゃ結構いい女じゃねえか。ついでにこいつもさらっちまおうぜ。そうだ。おい、こっちへ来い。誰だ。やめとけよ。なんだこいつ。バカでけえもんぶら下げやがって。構わねえ、こいつからぶっ殺せ。ありがとうございました、剣士殿。なんとお礼を言ったらいいか。ちゃんと聞いてやれっての。ついでに食べ物もらうとかお金いただくとかしなさい。俺、不動主がいいな。な、何その虫。しっけーの。虫じゃなくてエルフだよ。エルフ見たことないの。俺パック。初めて見た。私はリタ、旅の芸人さ。ああ、この不愛想なやつはガッツ、相棒兼オレンジってとこかな。そんで、あれがキャスカ。あんた傭兵だとしたら変わってるわね。あんな女の人連れてるなんて。ごめんごめん、気に障った。ま、あたしも同じようなもんだけどさ。え？よし、馬車も直ったし、すぐ出発するぞ。あのさ、私たちこの先の町で人稼ぎしてるから、よかったら見に来て。どの道一本道だし、町には立ち寄るんだろ。おい、何してる。はーい。あ、それからありがとう、助けてくれて。それじゃ。よーし、出発。旅芸人か。あんな子が一人でね。おい、キャスカ、どこへ行く気だ。あの子の芸見たいんじゃないの。町はすぐそこだし、見せてあげたら。バーカ、んなことしてる暇俺たちにはねえんだよ。でもさ、たまには息抜きも必要だよ。ちっとは旅を楽しむくらいの余裕つうもんがないと。ねえねえ、いいじゃんかよ、見せてあげようよ。見ようよ。どっちにしろ食料やら手に入れなきゃならねえからな。やったー、キャスカ喜べ。オッケーだってさ。さっきのほんのわずかだったが、間違いねえ。あれは
ってるやってる。行くよミルク。はい。マンドラゴラ付きの化け物め、くっ、気色あり。死んでくれて清々したぜ。やめてよ、ここまですることないだろう。うるせえ。何も殺すことなかったのに。化け物相手に手加減する剣は知らねえ。違う、ヨブは化け物なんかじゃ。皆の者下がれ。これより見分を行う。何人たりとも死体に触れること、まかりならん。この太刀傷、お前か、こいつをやったのは。ああ。私はバルザック、この町を治める者だ。そなたには礼を言わねばならんな。この病にかかった者は一度暴れ出すと死ぬまで破壊の限りを尽くす。病。数年前より近隣の町で流行り始めたものだ。今はまだその治療法が見つかっていない。その者は、まさか、マンドラゴラ付きか。こいつは、そんなわけのわからねえのと違う。なるほど。だが物狂いには違いあるまい。どうだ、もしかしたら我が医術が力になれるやもしれぬぞ。なんだと。我々はマンドラゴラ付きの治療法を研究している。マンドラゴラ、同種の病ならば治療に協力できるかもしれぬ。それに貴殿には礼も捨てねばならん。その者と共に我が城に参られよ。いいぜ、案内しな。話は決まった。では私は客人と共に城へ戻る。あとはその方らに任せる。よい。ではあとは手はず通りに。
その方らを歓待せねばならぬところだが、その前に貴殿には見てもらいたいものがある。いや、危険ゆえそなただけに来てもらいたい。心配すんな、俺がしっかりガードしててやっから。何かあったらすぐに知らせろ。ドラゴラツキの収容施設だ。先ほどの男のように突然暴れ出す恐れがあるため町から隔離しているのだ。現在ここではマンドラゴラツキの治療と研究が行われている。ただ領民たちにいらぬ不安を与えるため、このことは彼らには秘密にしてある。貴殿はマンドラゴラツキについて何かご存知かな。いや。数年前、領内のある村で奇妙な病が流行り始めた。ある日突然村人全員に植物の根のようなものが取り付き、疲れた者は物狂いになってしまった。原因不明の奇病だ。噂では気づかぬうちに領内のあちこちで見たこともない植物を目にするようになり、それが夜な夜な一人でに動き出し人間に取り付いたというのだ。この人を思わせる形状、そしてこの植物に関する不気味な噂から、誰ともなくマンドラゴラと呼び恐れられるようになった。人を狂人たらしめる毒草であり、同時にあらゆる病に効き不老長寿の薬とも言われてきた伝説の植物マンドラゴラ。事実この植物には伝説と同等の効力があるんだ。聞いたことがあるぜ。そいつを土から引っこ抜くと悲鳴みてえな声を出すんだってな。そしてその声を聞いたやつは、そう、強なのだ。回りくどいぜ。何を言ってる。その村は国境近くに存在する。今でも当時のままでな。大事の核を採取するため、その後も私は行くたびも村に部下を送り込んだのだが、無事帰還した者は一人としていなかった。だが研究のためにはどうしてもあれが必要なのだ。そこで貴殿の腕を見込んで仕事を依頼したい。仕事？さよう。マンドラゴラツキの村に潜入し核を採取すること、その報酬として連れの娘の治療を東方で引き受ける。どうかな。大樹の核より精製した薬ならば
あの者の病も治すことができるはず。約束しよう。あんたどうにもうさんくさい。まだ何か隠してそうだが。いいぜ。乗せられてやるよ。商談成立だな。黙れ。この町に来てしまった自分の不運を呪うんだな。キャスカ？なんだ人。あの村には何を思うてか、マンドラゴラ付きどもと寝食を共にし、連中の保護者を気取るシスターがいる。私とは立場も見識も違うゆえ、協力を求めても同意を得られなかったが、貴殿ならば、あるいは。あいにく、聖職者ってのと相性が悪くてね。差し出がましいこととは存じますが、素性のわからぬ者に頼らずとも、例の者も完成間近、これまでの研究の成果で十分では。お前の意見は聞き飽きた。もう待てるわ。しかし何の話だ。申し上げます。敵が城内に侵入しました。何バカな。一体どうやって。どうやら奴らの力を侮っていたようだな。申し訳ないが失礼する。あったぞ。ここだ。侵入を許すと。申し訳ありません。この失態は奴らの命で贖う所存。当然だ。急げよ。は。くそ、どこ行きやがった。あれ、この犬確かリタロ。どうした。あいつキャスカの居場所を知ってるって。何。ついてこいって言ってる。よし。なんだお前。てめえらか。俺の連れをどこへやった。ああ何の話だ。とぼけんなー。わあ、とっとと言わねえと地味いるぞ。おれさっさと破かんかい。
誰かは知らんが、ここを知られた以上生かして返すわけにはいかねえな。面白え。待て、そいつは敵じゃない。あ、すまない、あんたのことを聞いたのはついさっきなんでな。リタ、何やってんのさあんた。あ、見損なったよ。バカでかいもんぶら下げてご大層ななりしてるけど、女一人守れなくて何が剣士だい。悪く思わないでくれ。この子バルザックの部下に殺されそうになってな。何？あんたの連れの女は中にいるぜ。俺はダンテス。とりあえず入りな、話はその後だ。ここは古い時代の遺跡で、戦が起こるたびに町の人はここに避難しているんだ。今は俺たち抵抗軍の隠れ家になっているがな。あんたバルザックの城で妙な部屋を見なかったか。マンドラゴラ月が収容されてる牢屋みたいな部屋。ああ、マンドラゴラ月の治療法を研究してるらしいが。違う、あいつはバルザック、マンドラゴラ月を戦に利用しようとしてるんだ。危険だからという名目で近くの村や町からマンドラゴラ月を強制的に連れてきては研究と称して人体実験を行い、そしてそれを知ってしまった者を陰で始末してるんだ。このお嬢ちゃんみたいにな。さっき城に押し入ってきたのは？捕まった仲間を救出しに行ったんだ。そしたら偶然あんたの連れを見つけて、てっきり人体実験の被験者だと思って一緒に連れてきたんだ。バルザックはマンドラゴラ月のことを外部に漏らさないために俺たち町の人間が外へ出ていくことを禁じている。外から入ってくる者たちも同じだ。一旦この町に入ったらもう外には出られない。そんな、俺たちは昔からこの土地に住んでいたんだが、国境に近いこの町は戦の拠点として多くの国や軍隊に占領されてきた。領主が変わるたび俺たちは常に新しい領主に虐げられてきたんだ。バルザックもその中の一人ってわけか。最初はそうじゃなかった。敵にはきちんと恐れられはしたが、俺たち領民を虐げることはしなかった。むしろメイ君と呼ばれるべき男だった。だが今は違う。あの病が流行り始めた頃からあいつは変わってしまったんだ。キャスカーどこだ？下の部屋でかくまってる。案内するぜ。何だったんだ今の。おい、キャスカーこの先か。ああ、下の部屋に。こっちだ。キャスカー。
ザックとの約束だ。マンドラゴラ月の村に行って大樹の箱を取ってくる。何？さっき言っただろ、あいつはとんでもない悪党だ。なのになぜ？必要なのさ、その悪党の研究に。こいつを治す薬ができるのなら俺はそいつにかけてみる。薬？城の中には確かに研究室があった。俺には奴の作る薬が必要なのさ。しかしそいつが本当だという保証はどこにもない。あなた、もしその話が本当ならこの子は助かるかもしれない。その人の言う通り、この子を元通りにするにはバルザックの研究が必要なのよ。たとえあいつが鬼でも悪魔でも。確かにそうかもしれない。だが認めるわけにはいかん。俺たちを虐げるだけの奴らの力を借りるな。今ある町は俺たちの先祖が流した血を幾重にも塗り固めた上に築かれたものだ。それを考えると。そんな、わかんないよそんなの。死んじまったものとか流した血とか苦しみとか、そのものに縛られた。それでいいの？そんなとっくに過ぎたことと、この子たちの未来引き換えにできるの？それが人の運命というものだ。人は流した血に縛られる。違うよ、人は一人だよ。もっと自由で何にも縛られず、風に任せてどこにだって行けるんだ。あんた、親兄弟はいないのか？あんたはまだ若い。いつか何かのために血を流す時が来る。あんたにとってそれが血を流すだけの価値があるものであることを思ってる。リカ、リカ、私はずっと一人で待ってきた。じゃあ、あのヨブってマンドラゴラクスは食い物やったらついてきちゃってさ。そりゃ最初はびっくりしたよ。けどさ、こいつ、ほんと子供みたいでさ、いつもニコニコ、何にも分からずに笑ってた。すまない。予防を放っておいたら、あのお姉ちゃんが来なかった。私の方こそさっきはごめん、あんなこと言って。流した血に縛られる、あいつの言う通りかもしれない。けどだからこそ血を流すだけの価値があるものを自分で見つけるんだ。ガッツ、話は済んだか？俺たちの方もまとまった。あんたと一緒に生き、大樹の核を手に入れて、その上でバルザックと交渉する。これを渡す代わりに治療薬を我々に渡せと。勝手にしな。では連れの娘さんはここで預かっておこう。俺はあんたらを完全に信用したわけじゃない。それにこいつの面倒を見れるのは俺だけだ。俺にしかこいつは守れない。悪霊がキャスカーを襲うか心配なんだろう。それなら大丈夫だと思うよ。あ、この泉間違いない、エルフの住処だよ。これは町の泉の源泉だ。我々の先祖はここに神殿を建てて精霊を祀っていたらしい。他の部屋はともかくここだけは安全だよ。悪霊は絶対に近づけない。あのさ、あんたがいない間、キャスカは、その、
私が見ててあげるから。ああ、頼んだぞ。ついでにこいつもつけといて。わあ、こら、大事な相棒に向かって何すんだよ。じゃあ行くぜ。こうしてるとなんだかヨブが戻ってきたのと幸せなのかな、あんたは。何？実験の成果も上々だ。このマンドラゴラ兵の力をもってすれば体重の核を手に入れることなど造作もないこと。おやおや、お嬢様、またお会いしましたね。さあ、ご同行願いましょう。この村のどこかにマンドラゴラの体重があるのか。しかし皮肉な話だな。取り憑かれたこいつらの方が生身の俺たちよりも生き生きしてる。全部こいつのせいってわけか。よせ。え？あんたか、こいつらの面倒見てるシスタってのは。私はエリザ。どうしてこのような無益な殺生を。この子たちは何も悪いことはしてません。こちらが敵意を見せない限り無邪気な子供と同じなんです。それなのに。何かあったのか。ガッツたちが出て行った後、バルザックの部下がアジトに攻め込んできて、キャスカはそいつらに連れてかれて、返してほしかったら大事の核を持ってこいって。やろう。おい、聞いた通りだ。大事はどこだ。おい以前この村にはニコという少年がいました。
彼は物狂いで、時には畑の作物に手を出したりしたこともありましたが、根は善良でおとなしく、決して人を傷つけることはありませんでした。たとえ村人たちがからかい半分に彼を石や棒で打ち据えたとしても、ニコはその日の食べ物にありつけたことに喜び、空が晴れ渡っていることに感激し、どんな苦しいことがあっても微笑みを絶やしはしませんでした。ところがある冬、ニコは飢えと寒さで生死の境をさまよっていました。その年は例年にない大凶作で、誰一人彼に食べ物を恵む者はいませんでした。そしてニコは最後の力を振り絞って教会にたどり着いたのです。でも私は気づいてやれなかった。戸を叩く音は新年の鐘の音にかき消されて、私が見つけた時にはもう何も悪いことはしていないのに、他の人たちと少し異なるだけで虐げられ蔑まれ続けた彼、なぜニコは死ななければならなかったのでしょう。本当に純粋で無垢な、どこにでもいる普通の少年だったのに。ここのマンドラゴラ月たちも同じだって言いたいのか。だがもう人畜無害ってわけにはいかねえ。今さっきも俺の連れを全員バラしちまったところだぜ。あなた方が知らずにタブーを犯したからです。マンドラゴラ月は苗を引き抜いたり、こちらから危害を加えなければ決して攻撃したりしません。けれど人々は彼らを迫害し、化け物とあざける、排除しようとします。そしてバルザック、町のためだと言っては領地内のマンドラゴラ月を借り集め、まるで虫けらのようにその命を奪っています。恐怖や野心を暴力という形でしか贖えない人々、私には彼らの方がよほど救いがたい危険な存在に思えるのです。お願いします、この村を、私たちをそっとしておいてください。私たちは今のままで十分満ち足りています。でもこのまま放っといたらマンドラゴラ月がどんどん増えてっちゃうじゃない。誰も好き好んであんな風になりたいとは思わないはずだよ。私思うんです、あの町に住む人たちとここでこうして暮らしている私たち、一体どちらが幸せなのでしょう。誇り、悲しみ、怒り、野心、あるいは愛着なのかもしれません。人としてのそんな思いがゆえに血塗られた歴史を繰り返していく彼らと、たとえ姿形が変わってもそのすべてから解き放たれ、わらべのように微笑むあの子たち、あなたにはどう見えて。それは、姿も違う、心も違うなら、そいつはもう人間とは呼べないぜ。人間ってのはもっとえげつねえもんだ。聞き入れてはもらえないのですか。悪いが俺は人間なんでね。俺は自分の思いのために血を流すまでだ。こっちの都合で申し訳ねえが、大樹の核とやらをいただいていくぜ。黙って渡してくれりゃ手荒な真似はしねえ。ガッツ、まんまとキャスカをさらったつもりだろうけど、そうは問屋が下ろさない。怖い！ったく、善人ずらしてとんでもない悪党だよな、あのさん。俺は思
ちゃじゃないっちゅうの。それにしても、なんとか早いとここから抜け出さないと。日も暮れたし、このままだとそろそろ。出口はどっちだ？早いとこガツと合流しないと。ここはさっきの、顔のおさんにこんな可愛い娘がいたなんて、まさにひょうたんからこま、もとい棚からぼたもちだな。あ、来た！どうしよう。これは隠し扉？ラッキー、キャスカ、行くよ。
ここで何をしている。貴様、その核は私のものだ。よこせ。このままでは危険だ。早くアネットを安全な場所へ急げ。ここで待ってろ。私も行くよ。一人の方が都合がいいのさ。来てしまったのですね。いつも周りにマンドラゴラツキがいたんで気づかなかったぜ。あんたも奴らの仲間かよ。分かってる。もらえないのね。今のままで十分なんです。生きてたのか。渡さない。この子は誰にも渡しません。これは。そんな、いつの間に。また一匹見つけたぜ。マンドラゴラ付きの化け物が。てめえは。神、私たちをあなたのもとへお導きください。そして罪深しこの者たちにどうか安らかなる日々。町であなたの行動を監視していたところ、あなたが不穏分子のアジトに招き入れられるのを私の部下が偶然目撃しましてね。おかげで町のダニどもを一掃することができました。しかしながら、この件に関してあなたはよそ者だ。
無情の知れぬ旅の者にこれ以上深入りされては何かと私も都合が悪い。おとなしく従っていただきましょうか。我々には人質があることをお忘れなく。獣の軍隊でもこさえようってのか。どうかな。それよりここで貴様と出会いし、まさに奇妙よ。一度目の続き、今ここで実施してみようか。リタ、下がって。腕を上げたな、楽園の剣士。どうした。俺はまだ生きてるぜ。今はここまでにしておこう。互いに先んじてすべきことがあるはず。こう願うことに仕えた者としては心を開く必要を味わうことはかなわぬ。一生終わり楽園を乗せてあのままでは危ういぞ。一体何よ。大樹が倒されたから前の方も枯れちゃったんだ。よかった、みんな正気に戻ってく。死んでる。何があったんだ。父さん、母さん。その血まみれの格好、これあんたがやったのかい。こいつよ、こいつが私の子供を殺したのよ。くしょう、てめえそれでも逃げんか。なんで言わないのさ。悪いのはあんたじゃないんでしょ。もうここにはいないんだ、幸せな人。あいつはバルザックの娘だよ。さっき見た。バルザックの？こんなとこにほっとけないよ。え？一緒に来て。よし、行くぞ。はぐれるなよ。
やれ。ここで決着をつけてやります。かかれ。戻ったか。どうしてここに。てめえ、キャスカーどうした。これは取引だ。手ぶらでは商談には応じられぬ。もっとも、もはや手遅れだがな。お前の願いは叶えられぬ。そして私の望みも。一つだけ聞かせて。昔はメイ君って言われてたあんたがどうして。若き日の私は領民を守るため、病弱な愛しき妻を守るために戦った。幾度死地に赴こうと、この身からどれほどの血を大地に注ごうと、ひるみはしなかった。私は若く、守るべき民があり、愛する者がいた。何も恐れはしなかった。全てを背負っていけると信じていた。だが少しずつ、まるで雪が積もるように、少しずつそれは積もっていき、私にのしかかってきた。積もる。積年だ。積年。娘よ、今はまだわかるまい。果てしなく続く戦、荒れ果てていく領地、疲弊する民、治る見込みのない妻、全ては重くくすんでいく。期待は苛立ちに変わり、愛は重荷になり果て、全ての甲斐あるものが疲れに覆われていく。そんな日々の中で、この寮の足を支えるものは、これまでに流した血への執着だけだ。流した血の量だけが私を奮起させる。血塗られ続けること、果てしなく血を注ぐこと、それが私の望みだったのかもしれぬ。この子は？この子はどうなるのさ。あんたの娘だろ。この子じゃダメなの？あんたの生きがいにはならないの？娘ではない。それはアネットは我が妻だ。それにはもう何も分かりはしない。私が誰なのかも。これは核から抽出した薬だ。あらゆる病に効くと言われているこの薬を私は妻に与え続けた。薬は確かにアネットの体から病を消し去った。しかし消えてしまったのはそれだけではなかった。全ての記憶と私と歩む時間さえ奪い去ってしまったのだ。どういうこと。彼女はこの先も永遠にわらべのまま微笑み続けるであろう。キャスカみたいだな。父
違うよ。ガッツたちは違うよね。所詮は血塗られし道よ。ならば私は進むまでだ。何？マンドラゴラに取り憑かれてたおかげで一瞬だけ元に戻ったんだ。正気を狂気に。それが逆に働いて。そんな、ガッツ。こいつは。ついに、この身を血に沈める時が来たか。ああそうか、確かにな。You
ち着いたみたいだね。そうでもねえぞ。町から出ていけ、この化け物。ここはてめえらマンドラゴラ付きの来るところじゃねえ。とっとと捨てろ。待ってくれ、俺がマンドラゴラ付きじゃねえ。そう、えげつねえもんぞ、人間ってのは。ここでお別れだね。リタ、一人で大丈夫？バカにしないで。今までだってずっと一人でやってきたんだから、心配いらないよ。風みたいにどこへでも一人でか。私もいつか見つけちゃうのかな。血を流しても惜しくない何か。元気でね。ああ。それから忘れないよ、あんたたちのこと。あんたく相変わらず冷たいやつだよな。気の利いたセリフの一つも言えんのかね。ああ、うるせえうるせえ。Yeah.